始まってない。始まってる？まだ始まってないよ。始まってない？始まってます？お客様いらっしゃい。え、始まってるよ。え、あれ始まってるよ。こんななんか静寂？あれ？え、しじまのなんかこんにちはって感じ。見えてるよって。始まってるって。同人放送。同人放送始まります。始まってるよ。無理だったね。ね。高塚智人です。長塚拓馬です。え、プロフィットの堀江俊と申します。よろしくお願いします。あれ初かな君は、うん、初参戦かな。はい、ということで、うん、青春プレゼンツラーメン男子23杯目始まりました。いつもどんな時も食べたいものといえば美味しいラーメン。そんなに美味しいラーメンを食べたいなら今から作って食べてしまおう。それがラーメン男子です。わー、ラーメンお兄さんだ。あー、ラーメンお兄さんだ。はい、みんな待ってね。これからラーメンあげるからね。イエーイ。まずは今日はどんなラーメンだよ。僕もお腹すいた。みんな、みんな、はい、たくまくん、しゅんくん、まずはお兄さんの話聞いてね。何やだ。お兄さんの話まずは聞いて。分かったね。お兄さん、今日は夜のプロレスごっこするのか。何よ、俺の母ちゃんと。何言ってんのかな。俺の母ちゃんとプロレスごっこしてるの知ってんだぞ。あ、そうなの。シュンくん、やめなさい。見て、これウルトラマンになるよ。あー、たくまくんかっこいいね。すごくない？お兄さんの話を聞いた後じゃないとラーメン。お兄さん、僕のお母さんと夜のプロレスごっこしてたんだよな。してないよ。これ知ってるのな。してないからね。シュンくん、やめなさい、それ以上言うのは。はい、こちらの番組ですね、毎月生と収録の2回の放送を予定しており、番組前半はどなたでもご視聴いただけます。はい、続いてシュンくん。はい、読めるかな。はい、番組後半は会員限定放送となっており、うん、会費は1ヶ月税込み550円です。よろしくお願いします。後半はチャンネル放送のみとなっておりますので、ご入会のほどよろしくお願いします。お願いします。やめたよ。いやー、すごい怖い怖い怖い。いい子だね、しゅんくん。怖いよ。番組の感想をツイッターでつぶやく際は、うん、ハッシュタグの後にラーメン男子ラーメンマンと書いてね。みんなもできるかな。ラーメンマン、うん、素晴らしい。イエーイ。今日はね、みんなに紹介したい、はい、新しいお友達来てるんだ。うわ、誰誰。早速紹介するよ。うわ、今回は熊谷健太郎くんに来てもらっています。はい、みんな拍手して。あー、くまちゃん。そうだよ、くまちゃんだ。くまちゃん、くまちゃんだよ。元気、くまちゃんだよ。くまちゃん、くまちゃんだ。元気、シュ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 。あの、この時間、この時間メディアに出てちゃいけない年齢な感じがするんだけど、これ大丈夫かな。大丈夫だよ。大丈夫なんだ。くまちゃん大丈夫なんだ。一回、じゃあみんないいことで一回座ろうか。くまちゃんは何歳なの。26歳26歳なの。違うよ、違うよ、くまちゃんは26歳。僕28歳なんだ。え、嘘。そうだよ。たくまお兄ちゃんも28なの。そうだよ。いい年じゃん。たくまくん、僕より年上なんだね。そうだよ、今日最年長だから。よろしくね。はい、よろしくね。俺楽屋でだいぶ笑い疲れてんだけどさ。いや、もう本当にすみませんね。ちょっと、まあ、今日はこんな感じでやっていきますので、いえいえ、よろしくお願いします。改めまして熊谷健太郎です。はい、熊谷健太郎です。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでですね、くまちゃん早速来てもらったんですけれども、くまちゃん、はい、ラーメンはお好きですか。大好きです。なんかね、好きなのか。ラーメン似合うもん。似合うラーメンが、うん、食べてそう。食べてそう、うん、めっちゃ食べてました、ねね、すごい似合うわ。一人でバリバリ食ってそう。一人で食う。あ、ラーメンライス絶対する。おわ、いいね。やってそう。ライスやる人、うん、やる人。あ、これも言ったね。ちなみに、これみんなに聞いてるんだけど、あの、何味ですか。最近は一周回ってシンプルに醤油。あ、結構そういう人多くない、ね、うん、いる、うん、ね、一周回るんだよね。チーユのやつでしょ。あの、ね、本当にあの油浮いてこう箸でつい、うんうん、ついてるとこうつながって大きく油がなっていくよ、ね、そうそうそう。おー、すごい、あのタイプ、うん、いや、そうなんですよね。俺もずっと味噌だったのに、うんうん、最近醤油なんですよね。戻ってきた。なんだね。いや、シンプルに美味しいですよ。一周するんだね。美味しいんだよね。淡麗系ってやつ、それとも昔ながら系。あ、個人的には最近は煮干しがっつり効いてるのが、うん、あ、まあ、流行りでもあるんですけど、美味しいよね。いいね。
そう昔ながらのやつもね、うん、美味しいよね、中華そばって感じ、ね、そうあれは美味しい、あ早く食べたい、旨味がすごい、うん、早く食べたいですね、うん、まあでもね早速、うん、メールがたくさん来ているので読んでいきましょう、うん、今回募集したメールテーマは前回放送22杯目の感想 と、いつも通り熊谷健太郎さんのイケメンなところを紹介させていただきます、うん、まずはですね、うん、前回放送22杯目の感想をちょっとねじゃあ読んでください、はい、はい、じゃあ読んでみます、お願いします、メンネーム4月から大学生さんからいただきました、ありがとうございます、そうなの、そうです、来年大学生です、あ今年か、高塚さん長塚さん堀江さんゲストの熊谷さんこんばんは、こんばんは、最近になってこの番組のことを知りラーメン男子を見ているので頭がラーメンのことでいっぱいです、お見始めた最初は高塚さんが進行大丈夫なのかなぁ、うるせえぞと思っていたのですが、大丈夫じゃなかった、過去失礼ですみません前回の放送でのアイアムアペンあたりで、あ、高塚さんだと少し安心しました、そうアイアムアペンって言ってたんです、あなたペンだった、どっからインク出るのね、アイハブじゃなくてアイアムアペン、長塚さんが愛情をかけたラーメンも美味しそうで飯テロでした、うん、前回ゲストの笠間さんと小林さん、うん、塩谷さん、高塚さんの4人で出かけようかとお話しされていたので、うん、4人であれからお出かけになれたのが気になっています、うん、よろしければお話聞かせていただけると幸いですとのことです、あ、まあ、ペン的に言わせてもらうなら、うん、言ってないよねでしょうね、うん、そんな気はしてた、うん、口だけじゃん口だけじゃん、お前にだけは言われたくない口だけ男だ、口だけ男はお前にだけ言われた、なんか妖怪みたいだね、口だけ男、妖怪口だけ行かなかったんだまあね、まあ行けないよね、難しい、まあ、難しいよ、4人って本当にむずい、大体ワンオンワンになっちゃうよね、そうだよ、そうだってさ今日もさ、うん、俺ら2人でさちょっと始まる前にご飯でも行こうかみたいな話をしてたのにさ、高塚さん全然なんかこ合わせる気一切なかったですよね、おおおそうなのかい、ちょっと どこ見てんの、帰ってね、俺行きたくねえみたいな感じなんでしょ、うん、って知ってるよ、こいつらめんどくせえから行きたくねえなんでしょ知ってんだよ、うん、知ってんだよ違うの、うん、なんだよ、うん、言い訳させて、なんだよ、動物の森が忙しいなるほど、開拓してんのか、なるほどな、やってんの、みんなやってるね、お金稼がなきゃいけないもんね、うん、最初そうなんだよ、なるほど、そりゃしょうがねえわ、やっぱさ、ノルマがあるからさ、うん、1日のどうもりはな、くま、うん、ちゃん、動物の森やってる、やってないですね、やってなさそう、マジで絶対スマブラとかやってそう、うん、スマブラもやらないでしょ、ゲームグラセフとかやってそう、いや、マインクラフト、え意外だ、ちまち、あ、しかも、うん、ひたすら掘ってます、あ、そうなんだ、ひたすら掘ってます、いまだになんなら動物の森に近いじゃん、ひたすら掘るって楽しいの、なんか楽しいっすよ、うん、なんでひたすら掘ってんの、なんか穏やかになります心が、どういうこと、怖い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 、待て待て待て、大丈夫か、掘ってるとそれ動物の森をおすすめするけどらしい、まあそもそも普通になんか建物建てるとか、うん、なんか作るのに資材めちゃくちゃいるんですよ、うん、そうだよね、だから結果的にやっぱ掘ってる時間の方が長くなるっていう、えでもさ画面ずっと変わんないんじゃないの、ひたすら掘ってるってずっと同じ画面じゃない、こっちやっちゃって、いや急に溶岩出てきたら急に落っこちたりするの結構スリル、そうなんだ、そういうことあるんだ、へえ、溶岩出てくんだ、今ね、でも新しい動物の森は無人島から始まるからめちゃくちゃ資材集めばっかすることになるの、うん、だから町とか村じゃないんだ、そうなの、動物の島だ、動物の島、うん、そう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 なんですけれども、うん、え他人の妨害とかできるの、どっちの話、マイクラの話、動物の森、どうぞ森だ、どうぞ、できないできない、でも人の村に遊びに行くことはできるから、うん、人の村行って斧でひたすら、うん、大事に育てた木とかぶっ壊すのができるんだ、そういうこと、多分すごい嬉しそうだけど、あーいいね、絶対お前はこの俺の島に来るなよ絶対フレンド登録できたんですよ、いやいや俺聖地しとくよ、村長とかなれないの、自分のもいいの、村長、あのね、なんか自分が代表みたいになる、その島の代表、そう、移住をするんで最初ね、2匹の動物と一緒に3人で来るんだけど、うん、そこの代表になる、代表って何、ね、リーダー、まあ、代表という名のもう全部任せられる人、うん、全権成り上がれるんだ、全部やる、全部かけ、法律とか決めんのかな、そんな難しいことはしながら王国設立、ね、秩序を乱すやつはみんなつって、へーいやでも意外とクマちゃんそういう系のゲームやってるんだね、そうだね、うん、まあたまにだけどね、うんうん、なんかグラセフとかなんかさ、ね、サッカーゲームとか、まあ、確かにね、ウイレレやってそう、ウイレとかやってそう、なんかクラスのなんか不良っぽい人たちとどんなイメージ、ね、どういうイメージ持ってたの今それ一軍の人たちとうまく取り持ちながら、あなんかそういうちょっとねクールな目で見ながら一軍ともやってるみたいな、そう、ね、1.5 軍ぐらいちょっと待って、冷めた目で見ながら、旬の学校感どうなってんだよそうなんですよ、ちょっとあの子にねねじ曲がってるすいません
いいんだよ、ね、いいんだよそうだよ、コメントあるけどこれゲームの番組じゃないんだよそうね、ラーメンの番組です。ラーメンだった。じゃあですね、うん、熊谷健太郎君のイケメンなところ、うん、これがね、なんと8億通8億通8億通来てますね。日本の人口はるかに超えてんじゃねえか。そうだよ、どっから来てんだよ。いや、熊ちゃんのかっこよさはマジ世界規模だ。世界規模ですよ。8億通来てますんで、そこ世界で考えて 10% って異常だぜスーパースター今日のギャラもめっちゃ高いんだろうね。すごいよ。読んでいただきましょう。デュエイン・ジョンソンですらそんな来ないよ一番稼いでる人。そうだよな、はい。しかもなんですけど、俺自分で読んでしたっけ。ご自身で読んでください、はい。じゃあ、ね、せん越ながら読ませていただきます。感謝の気持ちをたくさん込めて、はい、ありがとうございます、うん。メンネーム花子さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。高塚さん、長塚さん、堀江さん、ゲストの熊谷さん、こんばんは。こんばんは。今回ラーメン男子に熊谷さんがご出演されるということで初めてメールを送らせていただきます。ありがとうございます。熊谷さんのイケメンなところ、それは何より全ての炭水化物を愛してくださっているところです。いろいろなところをお話で、お話を伺いして、ラーメンはもちろんですが、うん、麺類に限らずこの世の全ての炭水化物への愛をいつもひしひしと感じており、この愛こそがイケメンであるなと思いました。あの、押し付けじゃない、好きな食べ物、僕、うん、炭水化物って書くんです。そうなんだ。もちろん肉も魚も野菜も大好きなんですけど、太らない、めっちゃスリムじゃん。一応前運動は多少してますね。やっぱ運動か、うんね、食べたね。でもさ、うん、若干もうさ、この服さ、うん、ちょっともう、うん、パッツンパッツンじゃない。ちょっと肩がね、でも筋肉じゃない、筋肉でしょ、肩がね、ちょっと、うん、肩がね、一応これ L サイズなんですけど ね体のバランスがねそうすごくいいんですよ。なんかいつも着てる感じすごするなんかこれ普段着って感じ、ね、そうそうそう、なんか山奥から、ね、山奥で普通にこれで普段修行してますみたいな、ね、やってそうだよ、うん、シェンじゃねえんだよ俺は。ラッシャーはしないからね、私別に。クマちゃん、クマちゃん、クマちゃん、なんかゴロいいな、畜生。タカピ、タカピ見習ってって今コメントが。違う違う、あのね、うん、人間っていうのはいろんなタイプがあって、筋肉がつきづらいタイプってあるんですよ、本当に、うん、科学的に証明されてるんですよ、うん、俺はそれ。かっこいい、はい、かっこいい、ありがとうございました。好き。では続きまして言わせていただきます、はい。メンネームさっちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。高塚さん、長塚さん、堀江さん、ゲストの熊谷さん、こんばんは。こんばんは。こんばん、こんばーめん、すいません、こんばーめん、こんばーめん、楽しい。いつも楽しくラーメン男子を拝聴させていただいております、うん。熊谷さんがイケメンだと思うところ、それはうなじです。うなじ、以前熊谷さんがご出演されているイベントに参加させていただき、熊谷さんが後ろを振り返る場面があったのですが、うん、その時に見えたうなじがとてもイケメンであり、うなじがイケメンなんだ、一人で感銘を受けておりました。また私、熊谷さんのうなじ好きなのよねと友人に話したところ、分かると共感してくれたので、こちらの内容を見てメールを、めっちゃすごい分かるって、見てんの、分かる分かるって。これはもう女性ならではなんじゃない、うなじ見せて、うなじ見せて、うなじってだってさ、ここあ、そうかな、イケメン、ただのイケジ、ただのイケ、イケジです。イケジ、ただの刈り上げとクビですけど、セクーナ、セクーナです。セクーナ、イケジ、ちょっとあの毛がちょろちょろし始まってエロいって、エロい、エロい、あと今普通に横顔がかっこいい。いや本当それな、うん、横顔めっちゃ綺麗やな、クマちゃん。どっちが急に。いやてかね、クマちゃんね、顔のパーツね、なんだろう、バランスすごいよね。いや本当に完成されてるよ、ね、こんなムズムズする番組なの。いや、やっぱ8億人の普段俺らが思ってることバンバン言う番組ですから。そうなんだ、ね、イケジです、イケジやな。恐縮でございます、ありがとうございます。本当にみんな分かってんな、分かってんな。まだ行けますか、メールは。もう一つ行こう、はい、もっと知りたい、こちらメンネームですね、桜が散るサチルさんからいただきました。サチル、ありがとうございます、高塚さん、長塚さん、堀江さん、熊谷さん、こんばんラーメン、こんばんラーメン、こんばんラーメン、初めてメールを送ります。熊谷さんのイケメンなところですが、うん、何よりも私が気配り上手と思うのは、手足にまで気を使っているところです。手足、熊谷さんはよくボディーランゲージで手を動かしていらっしゃるのですが、その手の形が綺麗なんです。振り付けなのかと思うほど指先まで綺麗なポジションにいて毎回見惚れています。ほう、 手足の形、なんかボディーランゲージ、ボディーランゲージ、ちょっと動かしてみて、手をボディーランゲージ、はあ、手動かして、いやいや、あ、綺麗綺麗、めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗じゃん、綺麗、本当だ、綺麗だ、まるでね、クリオネみたいなね、怪我してるよ。あーすごい、すごい、それすごい、できない、でも俺結構手は気持ち悪いって言われるパーツがあるんですよ。何、あの親指が異様に、これちょっと見たくない人とあれなんですけど、ちょっとこっち側に曲がる、あ、わー、俺それ一回見たことある、わーすごい、
ちょっとやめとこうか、これは、うん、これやばい。あの脱臼してるのって言われるような動きをするんです ね僕の指。ちょっと怖かったよ今。すげえ、これドン引きされるんで、ね、何なんか手が、あのね、親指が曲がっちゃいけない方向に曲がってた、うん、まあ、ありてみると親指がこっちに来るんですけど、そう僕そうぐじゃぐじゃって、なんか関あ、左もそうです、左も、どうしようですか、やば、関節が柔らかいのか、うわわぁ、やめなって一応資格ないすごいわこれ、どっかで披露してほしいな、いやなんかすごいね、なんか体のパーツだから、うわって言われがちだけどね、これはね、いや、うわって言うわ、うん、なんだろう、でもそういうさ、やっぱ関節の柔らかさみたいなのに関わってきてくるのかな、そういう体を動かすときにさ、うん、そのやっぱ細かく動かせ、ダンサーさんとかもやっぱ細かく全部動かせるじゃん、うん、そういうのがやっぱり、え、この親指必要ダンスに、いや、あの、いらないっす、でももしかしたらさ、もしかしたらあるかもしれないよ、使えるところがあるかな、綺麗な角度をこうパッて、いや、逆にね、パッてやった時の指みたいな、違うのよ、変なロックかかるの、これ関節が不思議だから、ロックがかかるの、親指もさ、親指もそもそもこうなんですよ、僕、うおー、すごい、え、いかないよ、普通にこうなるんですよ、やばすぎ、だから逆に、無意識にこっちに反っちゃうから、うん、これを反らないように気使うのがむしろ大変。あ、なるほど。痛い痛い。でももうなんかデボが上がってるんですよね。そうなんだ。そうなんだ。こっちに向けてんだって指も見えるでしょ、だって。うん、見える見える。うん、すげえ。すごい。こんにちはこんにちはこんにちは。へえ、面白い。一発芸できるね、じゃあそれに、ここにさ、ここに顔描いてね。こんにちはっつって。うん、こんにちは。私親指と風のね。モグラと申しますけれどもね、ちょっとこれいつまでやるかな、うん、やめとこうか、それやめとこうか、発射すぎてちょっと、ね、やめとこうか、はい、そんな感じで、はい、ありがとうございます、ありがとうございました、うん、いや、みんなポイントポイントの場所がやっぱいいんだね、結構そうだね、うんうんうん、体だよ、みんな、やめなさい、この人はあの体が好き、体目当てだよ、本当に、言い方、言い方はい、ということで以上メールコーナーでした、はい、ありがとうございます、皆さんお待たせいたしました、うん、ラーメン男子、本日のラーメンを紹介します、はい、本日のラーメンはこちら、じゃじゃん、じゃじゃん、利尻漁業兄弟、あーくそー、あー難しい、怒られるぞー、利尻漁業協同組合さんの利尻昆布ラーメンです、うん、あー昆布ラーメンって初めて聞いたかも、いやもう美味しいですね、食べる前からこれは、なんか魚介系は知ってるけどね、昆布ラーメンは聞いたことなかった、いや、こちらがですね、うん、今回はですね、漁業が出しているラーメンをいただきます、うん、漁協ね、漁協さんね、漁協じゃない、漁協さんねちょっとさ、このさ、やばいの、このブロック本当大変なの、利尻、うん、漁業協同組合さんの利尻昆布ラーメンです、今回は漁協が出しているラーメンです、早口言葉みたいになってる、そう、早口言葉みたい、まあこれ、はい、早速ね、まあまず、うん、この利尻昆布ラーメンを食べていきたいと思いますが、さら、はい、にこちらのラーメンをより美味しくいただくために、うん、利尻昆布ラーメンについて学んでいきたいと思います、はい、しゅんくん頼むよ、わかりました、あ、来た、入ったよ、わかりました、うん、利尻漁業協同組合は、うん、利尻島内4地区の組合が2008年1月1日に合併をして誕生しました、お、利尻漁業協同組合の歴史は12年とまだ浅いですが、利尻昆布ラーメンは組合が合併する前にあった押し止まり漁業協同組合が2002年5月に販売しました、うん、試行錯誤の末に作った利尻昆布ラーメン、うん、このラーメンにはいろんな思いが詰まっています、うん、それは利尻昆布の消費拡大と PR、 そして漁業士、いわゆる漁師の担い手の確保です、美味しい昆布、そしてその昆布を彩る漁師さんがいないと、うん、利尻昆布を食卓まで届けることができません、うん、販売開始当初の売り上げは年間3万食から4万食でしたが、うん、2009年にテレビ番組で紹介されてから一気に売り上げが伸び、最近は年間35万食から40万食を販売する人気商品となりました、すごい、うん、自称北海道を代表するお土産ラーメンと鍵括弧付きで、利尻漁協さんは謙虚に言っていますが、全くそんなことはなく、北海道そして利尻の美味しさを存分に味わえるラーメンになっています、すべては利尻のため、これからも美味しいはもちろん安全で確かなものを提供するため努力していきます、さすがです、120点、うん、素晴らしいよ、ね、将来は声優になりたいです、うん、頑張ってください、頑張って、頑張ります、頑張って、うん、こちらのですね、利尻、漁業協同組合さんはですね、
他にも商品がたくさんございます、うん、こちらですね今実はずっと並んでいるんですけども、うん、いっぱいあるね。こちらの利尻とろろ昆布ございました、うん、そしてこちらのそばもございます。そば、そしてそしてそうだな、スープカレーもございます。スープカレーうまいじゃねえかよ。おっと元気した。こんなにね種類がねあるんですよ、うん、まあこの代表がこのラーメンなんですけれども、うん、まあ他にもねたくさん美味しいものございますよ。カレー美味しいに決まってるからね、うん、こちらの商品が通販サイト等で購入できますので、うん、皆さんぜひね、うん、なるほど、ラーメンだけとは言わず、うん、全ての商品試してみてはいかがでしょうか。はい、ぜひ試します、試します。それでは早速、はい、利尻昆布ラーメンを作っていきましょう。これは移動すればいいのかな。そうです、うん、ね、じゃあ失礼しますね。移動しますよ。すごいね、困惑してるとか慣れてっていうコメントがすごいある。見てる人よりもクマちゃんが困惑してる。へい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 、うわー、クマちゃんはここ待って、シュー脇腹弱いの。それでは早速、はい、今日の役割分担を発表する。はい、はい、麺茹で係、熊谷、はっ、スープ係、長塚、そして、堀江、無理です。弱気だな。無理です。いや、はい、お前はいつになったら軍曹に迷惑をかけず任務を遂行することができないなんだ。ですが僕には、僕には無理です。お前はもうこれをやり始めて何十回とやってるだろう。はい、ほどバカモンか。くそ長塚、はい、よく言った。はっ、お前はこの愛をしっかり受け止め任務に当たれ。はい、劇場版ですかこれ。これいつもやってるの。これやってんの。なるほどね。これでね、喉痛くなる。これもう明日のことを全てにね。でもこれでね、あのラーメン美味しくなるから大丈夫。そうなんよ、うん、そうそうそう、これがもう愛がそうそうこの寸胴に入って、そうそうそう、気合い入れてるからね。で、麺茹でかから一番大変なポジションなんですけども、そうだよ、ちょっとクマちゃんどうですか、自信のほどは。自信のほどはラーメンはやったことないけど、うん、昔バイトで沖縄そばの湯切りはしてたことあるもんね。あらららら、え、そうなの。沖縄そばね、かっけえじゃん。ラーメンじゃないけど、プロやん、プロ。プロではないけどね。プロだよ。え、でも経験者って初じゃないですか、うん、あ、そうなの。確かにね。あ、そう、やったことあるっていう人はいなかった気がするな、うん、これはじゃあちょっと期待できますね。期待ですよ、期待です。アルデンテにして。アルデンテ、わかりました、わかりました。ちょっと何アルデンテって。アルデンテはちょっとね、芯が残ってるぐらいのやつ。おー、ではではじゃあ俺もアルデンテで、ちょっと待って、言いたいだけやる。ですね、なるべくね、沸騰させ、麺を入れ5分ぐらい茹でてください。5分ぐらい、はい。ちなみにですね、自然にほぐれていくから箸などで無理にほぐさないでください。やんなくていいんだ、すごいな、それは新しいですね。新しいね、じゃあこれは麺は入れちゃっていいんですか。じゃあいきますね、はい、はい、どんどん入れてください、うん、お願いします。あ、ちょっとこの、これを入れよう。菜箸だよ、うん、とはいえ、麺茹で係ってそっか、そんなもんってて、いざ茹でる、茹で上がるまでは割と、でも湯切りが大事だから。いやー、でも湯切りが人にバチャバチャ跳ねるのも嫌だな。まあ、そうなんですよね、ゆっくりね、ベース的にね、確かにね。そう、いやー、これ楽しみですね。すごいサラサラだ、スープが。いや、昆布ね、本当だ、うん、好きなんですよ。美味しいよね。ね、それこそとろろ昆布のお味噌汁大好きで。うわ、わかる、とろろ昆布のお味噌汁。とろろ昆布ね、今日ね、待って、結構油入ってる。ラーメンに入れていいよってことなんで。あら、トッピングあり、ちょっとね、そう、嬉しい、それは入れていきましょうよ。そう、このポジションめちゃくちゃ喉にいいな。はい、すごく加湿される、ここ全部抜く。これ使わないもんね、うん、はい、どんどん入れてください。入れてみます。あ、でもそっか、もうすでにトッピングにとろろ昆布、そうなんですよ、そうそうそう、そもそもトッピングにはもう入っていて、で同時にこう発売しているこのとろろ昆布でかさ増しというか、ね、さらに追いとろろ昆布、追いとろろ、追いとろろ昆布、とろろちょもらんまでお願いします。とろろマシマシちょもらんま、よっ、とろろ入れますか、油、油、さあ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 、これ何、油か、うん、なんかドロッとした油だね、うん、油、
そっか、これから自然に剥がれてくるんだな。剥がれないんだけど大丈夫。でもやっちゃいけないもんね。硬そうですもんね。でもね、まあ信じて作り方は本当に至ってシンプルですね。これであとはもう麺を入れてスープを入れるだけだ。あと3分あと3分、意外と2分長いな。え、まずそれ最後じゃない。そう、だから今開けといて。あ、なるほどね、うん、そう、賢いからね。素晴らしい、手際だね。そう、何回やってると思ってんですか。さすがだよ。任せて。あ、どうした。おい、聞こえたぞ。ちょっと堀江、あんたさ、何回やってると思ってんの。どうして。私はやってるだけよ。やってるだけじゃダメって言ってるでしょ。それ相手でしょ。それもう中に開けたやつだよ。うるさいぞ。あっはっは。何さ。あっさ。まだかな、5分これ捨てよ。まだかな、5分あっさ。ねえ、タクコ、これ俺を言ってるの君。この子、ここが弱いみたいよ。そんなことないよ。私ねえ、お兄さん、あざっす。これ完全に、あがざっす、さがっす、さがっす。どこが弱いか言ってみなさいよ。あざかす。ここなの。じゃあ、じゃあ、ここか。やめろ、触るな。僕に触れるな。ひどいよ。え、ちょっと待ってください、これ、うん、ちょっとちょっとお湯の温度低くない。マジで、ちょっと待って、書いてあったよ、注意事項に。即席麺ではございませんので、うん、ぬるい湯で茹でますと煮崩れしますって書いてあります。ちょこっとだけさ、ほぐしちゃダメなのかな。ちょっとやりましょうかね。ちょっとほぐそう、ちょっとだけ。もしかしたらちょっとお湯の温度が、ここのクマちゃんの横顔写真撮っとこ。おーそうですか。おー、どうしたどうした急に。後であげろよ、ツイッターで。わかった、ちゃんと許可当たるよ。そこをリジにやってくれるんだ、ありがとう。うわ、いいな。かっこいいぞ。え、だってクマちゃんの画体だってもうラーメン屋さんの画体だもん、ね、誰が360ぐらいで夕切りしてんだよ俺。かんだよ。いいね、腕もいいね、腕もいいね。ありがとうございます。これやばい、彼氏目線だね。ほんとこれいいな。彼氏、彼氏目線から。彼女目線、ね、あ、そういうことだったの。うっす、うっす、うっす、ういよ。え、待って、本当に撮った。5分ってこんな長かったっけ。いや、クマ先輩たまんねっすよ。やっぱたまんねっすよね。あ、じゃあスープ作っちゃいましょう。スープ作りましょう。じゃあお願いします、はい、お願いします。はい、分量です。どれぐらいだね。いや、もうちょいだな。うん、そのぐらいかな。これぐらい、あ、もうちょっといって大丈夫。もうちょっといく。もうちょいでした。ストップって言ってください。ストップ。はい。え、なんかめっちゃもうすでにいい匂いしない。あ、いい匂いする。めっちゃいい匂いするんだが。嘘、俺麺の湯気で全然匂いわからない。ごめんな、危ないよ。あ、すみません。あと何分ぐらいですか。30秒ぐらいです。え、本当に。いや、これすごいぞ。もう香りの時点でやっぱすごいぞ。え、あの、すごいしか言ってない。薄っぺらいコメントでしたね。めちゃくちゃ綺麗ですね。これぐらいかな。上げることもできます。火力上げられる。上げます。どうかな。あ、でもちょっと待ってくださいね。大丈夫ですか。柔らかさ的に。すべてはクマちゃん様の。クマ様。クマ様。あ、お、パスタ屋みたい。熱そう。あ、大丈夫だ。あ、いける。うん、もう僕です。クマ様、クマ様だ。大丈夫です。クマ様、ありがとう。ありがとうございます。ちょっとシーンあるかもな。クマ様。怖いや、怖いや。ちょっと跳ねるかもなんで離れてもらっていいですか。はい、そんなアグレッシブに。あ、すごい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 。これが本物だ。怖いや。あの、ハードル上げないでください。すごいです。はい、目入れるよ。はい。持ってきて。クマジーだ、クマジー。はい、ちょっと跳ねるかもしれないから気をつけてね。ちょっと待ってください、ね。これむずいんだよ、マジで。うやうや。置いた方がいいんじゃない。クマ様がこの村に来てから村が豊かになりました。 ありがたや、ありがたや。クマ様のおかげだ。はい、次の、次ください。次をちょうだい。あ、お前、俺の器を奪えてるのか。地面に置くんだよ。あ、そうか。落ち着けよ、お前は。クマ様、昔からそうじゃん、お前。許せ。クマ様が来てからこの村は豊かになった。さっきも言っとるわ、それ。ラーメン屋さんの、ラーメン作る人のここの村の神格か何なんだろう。若い人が来てくれてね。あの人たちが嬉しいんですよ。このまま後継ぎ候補にされるやつだ。兄ちゃん、イケメンって言うんだろ。イケメンって言うんだろ。あ、トッピングしないと。あ、じゃあトッピングするからね。
くまさん、はいはいはい、トッピングするからね。お願いいたします。くまさんと会話しちゃったよ。いや、よかったな。お前は今日一日幸せやぞ。そうだな。すげえわけえな、メンタル的にはな。そんなことないよな。これはトロロはどうやって入れればいいのかね。わかんねえけど、いい感じだ。まぶせまぶせ。まぶすのか。まぶせまぶせまぶせ。あーあーやあ、待って、ネギ先入れちゃった。ああ、何やってんだ。ネギ先入れちゃった。おい、じいちゃん。じいちゃん。悪い。先入れスタイルね。ごめんね。失礼しますよ。ばあちゃん。ばあちゃんだから。ごめんよ。いいんだよ。ケンちゃんって呼んでいい？もちろんだよ。ケンちゃん。なんだい、ジュニちゃん。かっこいいね、ケンちゃんはかっこいいんだよね。そんな褒めても何も出ないよ。はい、ということで、はい、無事完成したので皆さん自分の席に持ってってください。あー、よかった。ちょっとこれすみません、失礼します、させておきます。ちょっとまたスープ少なめですね。席、先入れネギは席に持って私がもらい受ける。じゃあこれをふわちゃんも持って。じゃあいただきます。よしよし、はい、こけるなよ。気をつけね、万能。気をつけてね。これで転んだら全部台無しだからね。不利じゃないからね。そこまで無責任にはできないよ、俺も。気をつけろよ。ありがとうよ。はーい。あー、よいしょよいしょ。あー、はい、着いたね。よかった。着いたよ、ありがとう。みんな、おい昆布する。するー。おい昆布マジで。おい昆布はする。まあ、まず食べてから。おい昆布しようぜ。そのまんまね。おい昆したい。すごい、香りがいや、めちゃくちゃいい匂いマジで、いい香りする。いや、ほんまやね。あー、これ素晴らしい。では、このラーメンにテンション上げるんですけど、台本忘れてきちゃったもん、俺。いや、もういいんです。食べるだけだよ。いや、もう。それでは皆さん、手を合わせてください。はい。はい。せーの。いただきます。いただきます。シャーシャーシャー。シャーシャーシャー。あー、ごめんなさい。ありがとうございます。どうかい、くまちゃん。すまんの。いただきますよ。うわー、美味しそう。レンゲが。ありがとう。オレンゲ、オレンゲ。くまちゃんはスープから飲む派なのかな、それとも麺から食べる派なのかな。どっちだと思う？どっちだろう。よく見て、よく見て。あ、いいんですか、すみません。はい、私こっちからなんですよ。スープから。いただきます。スープからかー。ちょっと口に含んだ瞬間爆発するだろ。いただきます。はい、どうですか。どう？もう、香りの抜けもすごいし、うまみ強いのに切れあってすげえすっきり。うわ、うわ、完璧やん。うまい。うまいっすよ、これ。しゃ、もう天才だね。何も言わなくて大丈夫。麺が心配です。ああ、美味しいね。香りの抜けがいい。うわ、これはすごい。香りの抜けがいい。同じこと言えるもん。またとろろ昆布のちょっと甘さが足されるのもいいね。なるほどね。ちょっと混ぜて。うまい。でも塩ラーメンで正解だね、これ。うん、そうだね。うまみがわかる。ちょっと足してみてもいいですか、とろろ昆布。うん。私も足したい。うん。うまいわ。うん。ちょっとすみません、箸とかありますね。くまちゃん、麺の硬さがね、うん、最高。よかった、うん。ありがとうございます。タイムキープしてくれた。うちにずっといてくれてもいいんだよ。あらあら、レギュラーかな。うん。ちょっといいですか。これすごいよ。これ薄いね、やっぱとろろ昆布って。そうだね。じゃちょっとこれをトッピングで足させていただいて入れますか。入れて。どれぐらい入れます。いっぱい、いっぱい入れましょう。うん、うん、ちょっとほぐしていきましょう。やっぱこうさ、うん、海のこうなんだろう、昆布系のやつってさ、うん、香りが圧倒的に違うよね。すごー、失礼します、ね、ふわふわしてる。あざっす。ちなみに今日、あ、てかこれ食べたことあるよって人いますよ、うん、確かにね、こんな美味しい食べたことある。旬、うん、入れるかい。はい、ありがとう。失礼しません、前失礼しますません。ありがとうね。どうだろう。あ、ある。ある。ある人結構ある。ないかな、半々ぐらいかな、ね、でも結構ある人多いんだね。いや、食べた方がいい、これは。これマジで美味しいっすよ、うん、ねえ。こんな感じかな。あ、とろろはあるっていう人もいるのか。うん、ありがとう。よく売ってるのを見る。あ、そうなんだ。うん、へえ。
いやこれはマジでね食った方がいいよ。ねなんか今まで食べたことないラーメンって感じ。そう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 、うん。新しいラーメンだね。昆布とラーメンこんな合うの？すごいね。でもちゃんと味がしっかりしてるね。ね。うん。もっとあっさりすごいあっさりしてるのかなと思ったら。パンチがちゃんとあるんですよね。ちゃんとパンチあるから食べた感もあるし、美味しい。ちょっと普通に無言で食っちゃそう。うまいわ。うん。でも全部の商品通販で買えるみたいなのでね、うん、ちょっとぜひねちょっと最近その身近にないなっていう人は通販で調べていただけると、うん、そうだね。スーパーとかでなかなか見なくない？うん、俺も初めて見たかな、ね、通販で買おう。あるところにもあるんだって、うん、よく見るっていう人もいるし、うん、通販で買うか俺は、ね、またこのとろろ昆布が美味しい。うん、うん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 、たまんないなこれ。え、カルディにあんの？へえ。そうなんだ。とろろ昆布うまむ。うまし。これ5分で麺茹でるだけでこのクオリティだったらすごいですね。うん、なかなか革命的な気がするんですけど。この味。なんだろう。即席麺で出せるってすごいな。あ、即席麺じゃないんだ。一応これ生麺というか、うん、茹で麺。乾燥麺。うんうん。うん、今現在食べてますよみたいな人いるのかな、うんうん、麺にもさあご飯がいいな。しっかり昆布の味ついてるからね、うん、確かに練り込まれてるんですよね。練り込まれてるね、うんうん、あ、いるいる今食べてるって嬉しい。食べてる。そう、お米と合うって聞いてますけど全然お米とも合いますね、うんうん、さっぱりしてるけど、うん、ちゃんとね味しっかりついてますんで、うんうん、しっかり味してるんで。いやこれ最高な。それこそもうスープご飯にかけてとかじゃなくて、うん、これおかずでご飯です完全に。確かにね、うん、かけるというよりはって感じだね、うん、でちょっとこのスープで戻してちょっとこの塩のスープ吸ったとろろ昆布ご飯に乗っけて、うんうん、うわうまそう。いいですね。ちょっとねもし卓上にあったらごまとかかけてあげて、うんうん、まあいいね。てかなんならさもう一緒にこれ食べようよ。スープカレースープカレー。あー最高だね。最高でしょ。すごいね、うん、湯煎タイプなら鍋はあるな、うんこれ一緒に食べちゃうよ、ねうん、絶対最高じゃん、うん、いやめちゃくちゃうまい。うまいっすねこれは。いや本当にこのためにお昼ご飯を食べた後何も食べずにここに来てよかった。えらい、うんうん、ありがとう。えんお昼ご飯食べた後何も食べずに、そのお昼ご飯食べた後何も食べずにここに来て、うん夜ご飯を食べなかったか、ね、夜ご飯食べないよっていう、うん、早めに食べなかった、ね、あそっかそうだよね夜ご飯何言ってんの。9時だからねもう今夜だもんね。そうだよ何時だと思ってたの。まあただ純粋に夜ご飯我慢しちゃってだけなんですけどねこれのために。はいということでですねちょっとまだ、一旦、時間が来てしまったということなので、うんうん、一旦ごちそうさまでしたをしますよ。はい皆さん手を合わせてください。せーの、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。それでは、番組前半のエンディングとなります。はい、皆さんどうですか食べたくなりましたか。なった、うん、結構ね本当にねラーメンでも食べたことのない味なんでね、うん、ラーメン好きの方ももちろんですけど、まあ、食べたことない人はもちろんですけど、うん、ラーメン好きの方も食べてほしいなって思いますね、うん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 、これは。そうやな。はいということでこの番組を見て、利尻昆布ラーメンを食べた、作ったらぜひですねツイッターにアップしてください、うん、その時にぜひハッシュタグ、うん、利尻漁業協同組合、うん、そしてハッシュタグ利尻昆布ラーメン、うん、そしてラーメン男子をよろしくお願いいたします。お願いします、次回の放送ですがまずはおまけ放送ラーメン男子23杯目もう一杯は4月中です、うん、4月にやります。はい、はい、そして本放送、ラーメン男子24杯目ですが、うん、4月中です。4月中です。4月中です、はいラーメン男子の詳しい情報は各番組ツイッターでお知らせいたしますので、うん、お楽しみに。わかりました。くまちゃんから告知ございますか。ありますか。はい、ツイッター見てください。わかりました。はい、富豪刑事とかね最近あの4月からやるんでね。そうですね。めっちゃ面白そうだね、うん、期待してください、はい、見てください。絶対見ます。よろしくお願いします、はい、お願いします。ありがとうございます、はい、番組ではメールを募集しています。メールアドレスはラーメンアットマーク青春 .jp ラーメンアットマーク青春 .jp です。放送画面の上にアドレスが表示されていますのでそちらで確認をお願いします。はい、この後ラーメン男子の会員限定放送替え玉です、うん、会費は1ヶ月税込み550円です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。番組後半では今日、利尻昆布ラーメンを食べた後ということで、うん、あのお尻ゲームをやります。あのお尻ゲーム
あのおしりげん、彼らがまた登場するのかな。あの、うん、でも分かる人は分かるのかな。なるほど、事態を踏み込めていないのは僕だけのようだ、うん、あのどうだろう、あのはいということでくまちゃんも楽しみにしてくださいね。はい、はい、ということで会員限定放送替え玉でお会いしましょう。はい、バイバイ、バイ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